ジョン・レスリー・ブーグ・パウェルは、メジャーリーグ・ベースボールの右投げ・左打の一類種。アメリカ合衆国のフロリダ州レイクランド出身。ニックネームであり登録名でもある、ブーグ、ブーグは、英語のスラングで、ダンスを踊るという意味である。1959年に、アマチュアから、フリーエージェントとして、ボルチモア・オリオールズに入団した。1961年に、 トリプル A で32本塁打を放ち、頭角を表した。翌1962年からレギュラーに定着し、1974年までオリオールズの一塁手としてプレ九1967年までは故障が多く、一度でいいから故障のないシーズンを送りたいと願っていたが、翌年の1968年から3年連続で150試合以上の試合に出場した。 1970年にはアリーグ MVP にも輝いた。その年に出場したワールドシリーズでは第1戦と第2戦のいずれの試合でも4回にチーム初得点となるホームランを放っている。さらにパウエルがホームランを打ったいずれの試合でもチームは逆転勝ちを収めている。1971年には日米野球のため来日。打率 397.6本塁打14打点で大会三冠王となった。1975年にクリーブランド・インディアンスに移籍してからも27本塁打を放ったが、その後はオリオールズ時代の輝きを取り戻すことはなく、1977年にロサンゼルス・ドジャースで引退した。現役引退後はブーグのバーベキューという店を経営している。 自身がプレーしたオリオールズの本拠地にも店を出している。バッティング面での最大の特徴は巨体を生かしたパワー。現役時代には4度34本類台上を記録している。打率はそれほど高くはないが、かといって、巨漢のパワーヒッターに見られがちな三振の多さも目立つほどではない。足は遅く、通算盗塁は20個。守備も優れておらず。 シーズン10個以上の失策を犯すこともしばしばあった。ありがとうございます。